欲しいもんってあるんですか、時代さんも孫さんもなんか今こうポンとこう例えばでお金があったら欲しいものみたいなの。はい。いやないね。ですよ、ね。うん。俺もない。この前洗濯機ちゃんと買った。ドラム式のやつ。そうそう、ドラム式のやつ。洗濯機あれはやっぱいい。いや満足度は本当に満足度。いやだから変えちゃうレベルですよね。そう。そう今現状でも。いやないよ。あマイジム。マイジムあるもん家に。あれ後ろに後ろにありますもん、ね。でも1億5000万とか手に入ったらその隣の部屋借りて。そこをなんかジム、いやもういやジムはそんなガチじゃないぜ言うて体本当に動かせればいいかなぐらいだから。なるほどね。あえ欲しいないよな。欲しい、いやポケカの高いやつぐらいしかないですよねマジでガチ君ポケカにハマってるらしいからな。いやまあでもめっちゃ高いらしいよね。いやそうまあでもほんまになんかそういうのぐらいしか。車なんかな。車か。ちょっとファミリーカー1台買って。でも使わんかったら使わんかったらちょっともったいないんでね。いろいろ税金取られたくないんで。なんかちょっと使いたいですね。でもさ、なんか。でっかい買い物。いやだからお金持ちの人ってやっぱその財産として残すために美術品を買うっていう。ものっすよね。そう。で、値下がり線というか、まあ、の、うん、後にこう、うん、取れる。ケイスケさんだ。投資だ、投資っていうか、だから、そうか。うん。そういうことだったんだ、うん、100万だっけあの人ラッセン、ラッセンだラッセン、ラッセンは美術品は美術品あんまり、あでも今時計俺欲しいっすわ。あ俺普段時計するし、うん、あるんじゃない。それこ そのすごいロレックスのデイトナとか、うんうん、デイトナはいはい有名だね。いや俺もガチ君がギラギラして時計つけてんのやだなこんなんしてる、うん、うしーとか言ってまあ時計なんかまあ娘が欲しいもの買ってあげるとかなるんかな。あとはあーそうね、だから e スポーツカフェとかはやりたい。蒲田に作るしなかったっすけど、もう作るんだったら蒲田が一番儲かる。蒲田の商店街なんか言ってたら具体的な話してたな。蒲田一番気に入ってる。蒲田さんじゃあ何もし LCQ からまあだからその蒲田にあれですよ。でもさタスク増えるじゃん。いやまあまあそう、物件確保しなきゃいけなくてとか、その人集めなきゃいけなくてとか。でも達成感かなりありそうじゃないですか。ある、ね、だからそれこそ多分ねプロゲーマードロップアウトしないと無理だわ。あそれやるんだったらそうだね、タスクは増えそうだね。セカンドライフですよ、うん、これからに投資みたいな感じ でぶっちゃけでも俺セカンドライフのことはどうだっていいんだよ正直。あだから信頼できる人だったらいいよね、そういうのはね。ちょっとやってみるっつって。でも俺の知り合いに一応前にそのゲームセンター経営したことある人が一人いるんだよ。あ、はいはい、まあちょっとそこはもう潰しちゃったんだけど。そう絵も買った？その人絵も買った。絵も買ってたね、うん、買ってる時もあった、うん、失敗したんだよ、うん、失敗。いやでもその人は失敗だと思ってない。ああなるほど、うん、メンタル強い。そう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 、いまだにあの残ってるものはあるんだけど、はい、失敗だとは思ってない。なるほどなるほど。その人にやっぱ任せるってのどう思う？失敗、それ孫さんにとって多分失敗だと思う。そうだね、